300種類以上の植物が自生する矢波湿地は、2012年に湿地の保全を目的とするラムサール条約に登録され、年に10回ほど一般公開されます。今は秋の使者といわれる白玉干し草が群生し、その中に赤紫色の三河塩釜が鮮やかに咲き誇る様子を楽しむことができます。いろいろな植物とか生き物がたくさんいるんだなっていうのが実際に見れてよかったなって思います。矢波湿地の一般公開は今月8日まで行われます。